回はこれから9回の攻防を迎えますが、8回終わって2対2同点です。大栄が7安打6四球の11残塁、得点が2点です。一方日本ハムは10安打打っているんですが2点だけ、フォアボールが1つ、そして残塁が9つあります。お互いにチャンスあるんですが点になりません。そして橋上が今入っています。センターは橋上7番です。まあ、両チームともに、まあ、確かにこうチャンスを作っている。ダイエーは6回、7回、8回、一方日本ハムが7回、8回と、まあ、いずれも1点取ればかなりこう優位にゲームを進めることはできたんですが、両チームともに点になりませんでした。そしてこの回は、この回というかもう9回なんですが、まあ、日本ハムが9番から、そしてこのダイエーは2番からの攻めになります。また一つこう大きな山が来るのかどうか、まあ、とにかくもう1点勝負になりました。バッターボックスの2番の浜田です。行こうって、これいきなりセンターに来ました。センター前ヒッツ、先頭バッターが出ました。これで大栄は本当に6回からずっとチャンスが続きます。6回、7回、8回、9回いずれも先頭バッターが出ました。森永さん、はい、こういう形で来るんですけどね。そうですね、お互いもこうなりましたね。ただこの本当に、はい、あのね、うまく生かしてないんですよ ね、 ですよね。せっかく先頭バッターですから、これ先ほど井口ヒット打ったんですけども、はい、あのうまく合わせただけでね、ここはもう絶対また送りバントですよね。そうでしょうね。もう最後に来るほど、はい、きっちりした野球をやってね、はい、1点取りに行くっていうことがね、大事ですよ、はい。こういった競った場面で今度はこれ後半に入っているとね、本当にこう優勝云々の関係もしてくるわけで、はいはい、ですからそういったことを考えてもやっぱりきっちりした野球をちょっとやっておきたいというね。そうですよ、そういう野球できることによってね、先々見たらね、戦いやすいですよね、ですね。おっと、まあ、王監督あたりは、はい、まだあと100試合以上あるよとかって言ってますけど、だからその100試合あと残りやるためにも、きっちりしたね、ここであの送りバントのサイン出したら、はい、素直に選手が受けて、きっちり送ってしまうというね、はい、まあ、そういった形で本当にこういろんなことを想定しながらできる今日のゲーム展開ですからね、まあ、点にはなってませんけれどもね、はい、こういったゲームはだから勝った方はもう本当に今までですが、マコさんは結構疲れるゲームですからね。疲れますね、ホームチームの場合はね、はい、自宅へ帰るからまだそうでもないですけども、ビジターチームはやっぱりね、はい、負けたその変な雰囲気でね、ずっとこう一緒にいなきゃいけないですよね、はい。それとビジターの勝率大変はいいわけですから、はいはい、なんかこう一つ負けることによってね、おいこれからおかしくなるのかなという雰囲気になったら困りますからね、さあ井口です。ボールはそして2球目になります。もちろんバットの構え送りました。そしてキャッチャーが取って、これは一塁へ投げます。送りバント成功。ここはきっちりバントを決めてまいりました。手首の状態が悪いから、はい、サインバントのサイン出た方が気持ちいいですよね。井口自身は ね、 井口の場合はね、打ち気満々で入っている井口ではちょっとないですもんね、今ね、そしてしっかり、おっとこれ王監督は城島に話をしてますね。バッティングの話ですね。あーはーはーはー。だけど井口、井口じゃない、城島にはさっきバントからあの、バスターやらせてますよね、はいはい。いや、ここからですよ、ハムのこの守り方がね、はい。さあバッターボックスは小久保が入ります。まあ、先は打ち取ってますけども、小久保の気持ちとすればね、はい、もう上田辺りはホームへ投げる、そういった肩をぐるぐる回していますが、これ小久保といえどもやはりこれも1点勝負になりましたから、外野の方はやや前に当然、ね、守ってもいいんですけれども、小久保の打球というのはやっぱり、ね、はい、前よりも後ろのが多いと思うんですよ ね、 なるほどね、難しいところですね。特に、ね、右中間左中間なんていうのは浅く守ってますよね、センターはね、はい。そしてこれはどうだ、レフト
取りました。ああこれはバックして取りました。あのドライブかかりましたよですね、ええ、伸びないでちょっとボールの上を叩いたような感じですからね、はい、マシンで捉えたらば、マシンで捉えてればホームランですね、はい、あなるほど、この打球です。あ確かに打球の角度もあまりありませんでした。なおかつドライブかかって2周打取っています。そして2アウト。これね、はい、思った通りの球来たと思うんですね、結局あのピッチャーの投げ急ぎ打ち急ぎと同じですよね、はい、だからあのポイントが狂ってましたよね。あそして山根コーチが出てまいりまして、これ左の当然吉永を迎えるわけでもう1点勝負になりましたから、高橋でしょうということでしょうね、普通に考えてそれでもね監督は出てきてないんですよね、これ攻め方のアドバイスですよ。あなるほどね、ということは交代ではなくて、臭いとこついて歩かしてもいいからっていう、で城島勝負ですね、はい、バッターは吉永。しかしなんかここのとこもう後半に入ってずっとこの状態ですから、これベンチも大変ですよ、これね、これでですよ。さあこれ森永さん、森永さん経験ありますか、こういうの。ないです。ですよね、普通はないですね。でも見かける光景でありますね。昔開幕ゲームですか、はい、横浜スタジアムでね、今近鉄の岡林茂阪神、はい、のピッチャーやってる時にね、彼がやっぱりやりましたね、やりましたね、サヨナラゲームでしたね、確か、それは見たことあります。またそれ以来ですね、はい、だから阪神の今の柏原コーチ、彼は、はい、昔のライオンズの長井からですよ、ね、ウエストボールホームランしたっていう、ね、ありました、ありました、いろいろありますね、ありますね。ただこれはしかし、まあ、今日の吉永フォアボール4つですよね、敬遠入れてね、ですよね、三振の後はフォアボール、これが4つ目になります。ただまあこれ二塁一塁の予定がね、三塁一塁になるだけと考えればね、まあどちみち勝負これ城島にね、的を絞っていたわけですから、だからあのボール、ワイルドピッチのね、影響でね、このセットがね、さっきもまた野口注意してましたが、もう一回やっとかないかんですね。なるほど、はい。そしてこれあの先ほど王監督が城島に話をしていました、森田さん、はい、バッティングのことという話だったんですが、ちょうど来ますねこれね。そうですね、生駒に対しての攻め方ですかね、自分の狙い球っていうんですかね、自分の時前回どんな、はい、あの攻め方してた、あの初球はどうだったということでね、いやまっすぐの高めの球空振りですよっていう、はい、話から、狙い球の指示があったかもわかんないですよ ねその黒木とそして城島のこの場面、9回の表ツーアウトランナーは三塁一塁、またまた大栄のチャンス、バッターボックスの城島です。ピッチャーは黒木、そしてキャッチャー野口、初球は外低めボールになります。王監督のこの表情、そのアドバイスが、まあ、生きるかどうかという格好になりますが、これ初球ね、今ね、外角へ外しましたよね、だからどういう意図があるんですかね、同じ外すんだったらインサイドのボール球インコース、プラスっていうね、はい、そしてインコース、これはどうだ、ショートの深いところ、田中優が取ってセカンドへ、セカンドアウト、セカンドはフォースアウトになりました。結局またこれね、吉永の足ですよ、走力ですよね、そうなんですよ、だからリードも小さいし、はい、スタートも遅いですよね、本当だから変えたいところなんでしょうが、なかなかそうもいかないというね、そうなんですよね、今足の速いランナーにここは変えたっていいわけですよ、そうしたら一時絶対間に合いませんから、今のはね、そうですよ、そしたらホームインですよね、ですね、裏面出てしまったという格好ですが、結局この9回も王監督点がありません。